ようございます。今週の寝台むちゃくちゃ調子いいかもしれません。メガカスのヤーバンです。今週の寝台実践、こちらの方もご覧いただけましたでしょうか。まだの人は概要欄コメント欄から先に見てください。前回ガロの先バレ10回検証、最後まで諦めずに12時間打った結果、とんでもないことが起こりました。今年一の最高出玉を出しまして、これがガロの力かと久々に思わせてくれるような伝説の回となりました。たまにはね、こういう検証動画もいいなということで、本日寝台実践4日目、今日も10回先バレ検証していきたいと思います。明日から大阪移動なので、できたら寝台今日2台打てたらなと思っております。あんまりね、 YouTube 上でも動画になってないんです。この台アッキートリガー搭載、そして一撃で2400発出る99分値らしい。本当に99分値で甘いのか調査してまいります。今日はあんまり時間がないんで、ラッキートリガーに入るまでではなく、10回先バレ検証で入っても入らなくても勝てるのかどうか検証していきたいと思います。本日も応援よろしくお願いします。では行くぜ。前日にですね、73回見て、このグラフ万発超えて2万発出てます。さあ、ラッキートリガー入っても入んなくても10回先バレ検証で今日は行きたいと思います。入金キャラクター副長水雷私は、あーどうしよう、副長の胸谷真っ白。了解、副長で演出カスタム。これ演出カスタムが正解になったということなんで、先ドッキスプラッシュ、これが先バレですね。これを今日10回検証していきたいと思います。さあ、始まりました、寝台のハイフリー。マックスで2400出る99分の1、ラッキートリガー搭載の台です。そしてラッキートリガーに入らなくても 75% でハッピーということでですね、アマネージでも2万発出る台となっております。さらにですね、これあんまり動画になってないんですよ。もう今日はね、もうラッキートリガーはもうおまけだぞという気持ちで、10回で入ればラッキーだし、入らなくても、まあ、それはそれで勝てればいいんじゃないかと、次の持ち玉につなげていきたいと思います。本日も応援よろしくお願いいたします。さあ、1回目の先バレ投資が2500円です。さあ、これ赤放流でいいんでしょうか。ちなみに先バレ 70% ぐらいあると言われております。さあ、ドルフィンダイブ、ですよね、ですよね。はい、宇宙戦艦ヤマトやってきました。はい、ヤマト発進。これどう考えてもヤマトなんだよ。来るんだろう。キングボリュー、前作も落ちましたけど初めて見ました。これは戻った。ヤマト発進。
任務完了だな。さあ、へそからもあるよ。させていただきます。直撃 1.22%。ラスト。そしてここからが勝負。ここまでは2500円で順調。まずは出玉を作りたい。気合を込めた。全部突破させて2万発出すぞのメガカスタム。ちなみにここのカスタム、演出カスタム、先どきにしちゃってると企画的におかしくなるので、ここは先読みチャンスにします。とて上等だ。目標距離3マイル移動だ。了解。炊飯器無事です。わきあいあい、レッツゴー。右打ち1分も経たずに終了しました。へそからのロングリーチ3分に対して右打ちが1分かからないというなかなかのスピード感です。パンチだけどヤバそう。はいね。さあ200回転、ここでようやく2回目。さあ 70%。 ここのステージの先バレしたくてですね、ずっとこのステージやってました。全然わかんない世界観が。世界観がわかりません。音量下から2番目で爆音なんですけど。ご利益ありました。出発です。このまま流れていくぞ。気がかったと。ハンサも変えてないんだが、もう行くのか。やっぱ先バレカスタムが難しいか。この球でチャンスをつかむ。頼む。先よりカスタム中です。よし、いけ。いかない。後ろから来てる。後方から信号です。周波数が違います。逃がさないよ。位置関係を。スースルー。大丈夫かな。
さあ先まで3回目3回目衝撃の1回転です抜け後1回転でした。さあ確率的にもこれ行ってていいからね。さあ突破率 33% なら行ってていいでしょう。やっちゃうよ。ちょうだい緑でも。はい。周波数が違います。喧嘩反応ありません。どうやったら突破するの。これ本当に99分の1ですよね。2時間経たないうちに3枚目ですけど。さあ4回目1万円札入れるとなるシステムなんでしょうか。先割れ外しました。 70% スルー。さあ5回目タイムリーダー探索開始します。押してください。こちらです。向かってみましょう。いらっしゃいましたか。大丈夫だよな。ちょっと弱そうだけど。運なら大丈夫でしょう。アニメ面白そう。このさ金のイルカさ絶対ドルフィンダイブだよね。プレミアでありましたよねドルフィンダイブ。富士商事の台です。勝利宣言ってお前これまだノーラッシュだぞ。ハマった方針22,000もういい加減だろ。あとはこれ折り返してるんです。あとの呪文ってなかったのプレミアだぞ。煽ってるよ。煽ってる。赤まで赤いがない。それでも頼む。多分テンパイすれば足りカノープなんでよ。煽ってね煽ってね。
保留変化。はい。いやー、緑止まり。たまにはいいじゃん。ダメ。マジ頼む。どんどん食べて。お風呂入り。どうやったら行くんだよ。200回転行けてないってことだよ。これね、もう一つやってほしい。あのね、99分の1って言ってるけど、33パーしか入んないんだったら300分の1だからね。今日初の演出、ちょっとこれ窓紛っぽいですね。金金色あるよ。さすがユニバのない。確実に窓紛だろこれ。さあここ、ああ書き換えた。だからね、待機中あるよ。待機中だよこれ。全員集合。さあ6回目です。もういい加減にせよ。よし、23,000。もう分かりました。ここもね、先までカスタムできます。カスタム変えません。使うしかない。ペタカスタム。さあ、先までカスタムがここでなれば多分大当たりだと思います。先までカスタムなしでドキドキしようと思ったんですけど、当たんないんで。いくら右打ち初回ね、1、2いくつだと言われても、あのね、さすがに当たらなすぎ。さあ、これおそらく鳴ってないからいがない。いくらなんでもね、250回転右打ち120分の1当たんないのはなしですよ。確率おかしくめてなっちゃいますよ。なれよ、なってくれ。おい、何なんこれ、マジこれ何なの。何にも面白くないんだけど。ダメかもしんない。一旦流れ変えたり飯食いに行ってきます。流れ変わったはず。お願いします。ST 突破して。さあ、6回目のチャレンジ。キャラクターを選択してね。わかりました。もうちょっとあの可愛い系にカスタムがプレミアムに変えて、ボリュームカスタムをこれでいきます。これでなんかもう流れ変わると思う。とよし、緑煽り。これだ。マーサルさん、お願い、鉄板畳み。はい、どうやったら当たる。さあ、持ち
こちらの未婚射撃に、こちらの未婚射撃が当たりましたよ。しほってうわぁ、このチャンスはやばい。2回連続は外さない。出航法です。9回目、残り2回しかないぞ。頼む、考えるな、艦長。これ本当に抽選してますか、ユニバー。ちょっとマジでちょっとやべえぞ、これラッコ。この手のラッキートリガーの台はやっぱりきついです。42,500円、ラスト先まで10回目。なんこれ、ラスト旋回し、なんなんすかこれ。99分の1のアマデジ、実質319以上じゃないかこれ。最高出たのは420発なんすけど、投資5枚目入ってますけど。ということで検証結果なんですけれども、10回先張り来まして、7回大当たり、そしてラッシュ突入率驚異の 0%。 こんな台今までありましたか。右打ちのところがなんか壊れてんじゃないかと思って不安になりました。前日連チャンもしてるんで何の問題もないんですけど、それぐらい壊れてんじゃないかと思って不安になるぐらいのレベルです。表記の仕方がちょっとおかしいなと思ってるんですよ。99分の1で右打ちで129分の1を引かなくちゃいけないんですよ。実際300回転回してるんですよ。普通に考えたら2回は絶対に引けるじゃないですか。とりあえずもう検証としてはもう終了して、動画としてはこれで終わりですって言えるわけないじゃないですか。ここからはちょっと延長戦させてください。せめて1回ラッシュ入って、どんなもんなのか皆様に見ていただくために、初当たり10回引くまで3回、あと3回当たり引くまでは続行したいと思います。メガカス、正直もうこの台二度と打たないとここまでは思ってます。この後ラッシュ入ってどう思うか、交互期待。確率おかしいぞ、まあ、俺のせいかもしれないけど。では続行。信頼で今週勝った分ほとんどこいつに持っていかれてます。なぜユニバさん、99分の1のアマなんだよな。6万円、ほぼストレートで6万円。これ以上こいつと戦ってももうどうしようもないと思うんです。ラッシュ見せたいんですけど、皆さんにもう見せるってさっき作戦会議したんですけど、これ7枚目今週の価値額、これダメだったら帰ります。もうそんな信頼動画でごめんなさい。858、11回目。さあもう投資6万2千円。俺の6万2千でジンギスカン何枚食えたでしょうか。仕事の650。このまま行きます。もうメガもテラもギアもいらんよ、何でもいいから来てくれ。ボタンあるのか、先バレ立ってくれ、先バレ立ってくれ、先バレ立ってくれ。これ多分抽選してないわ、知らんけど。無理だ。さあ持ち玉で9回目。もう知らない、このまま握っときます。
もうお前がナルトの仕事は考えてないからな。さっきの450回転目だぞ。ダメよ来いよこれ修正してないでしょ。あと1回。なんで俺が打つとこうなるんだ。1回目当てるまでいきます。さあ投資71,000円、ラッシュ1回もない。10回目です。なんもよくねえよ。ラストボーナスです。泣いても笑ってもこれが最後の戦い。本当に大当たりがあるかどうかこれで決めます。魂込めていく。悔いのないように本日1回もラッシュないままアマデジに7万1000円入れた男、予約を得た生活カスタム。ラストカスタムです。さあ先取っていきます。さあこのままもうノーカットで、ノーカットでいきます。さあ先まで鳴ってないけど止まる時は止まる。それがパチンコ。当たらないリーチなんてないのよ。当たらないパチンコなんてないの。守りたいの私のユキイチ。頭がおかしくなると99分の1というマイナス、そういうと買うってな。75% だって。 75% だって買えるだけ 0% だって。このまんまでいいのか。本当にな、本当に怖いかと思わんでしょ。俺も絶対流すからね。ラッシュなくても流すからね。頼むぞ。ラッシュなしで動画を公開できるということは、お前がもしかして見たことあるかもしれないよ。そっちでもラッシュを楽しむところをみんなに伝えたい。伝えたい気持ちだってます。最後お願い、見るのかな。お願い、お願い、お願い、お願い。なんでだ。の皆様、本日は99分の1ラッシュ 33% と呼ばれている甘い台を打ったにもかかわらずラッシュをお見せすることができず大変申し訳ございませんでした。水かぶりで謝罪したいと思います。大変申し訳ございません。あの確率は絶対におかしい。前日2万発出てた分が全部僕で収束されたようですね。途中に壊れてるんじゃないかと疑いました。でも前日出てるんで129分の1でしょうか。本当に500回転引けてないってことですからね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価コメント、本当にごめん、なし見せれませんでしたけど、ぜひパチンコホールでご覧ください。それではまたバイバイ。自分で見てくれ。俺にはもうあの台を打つ気力はない。あとこの後マクロス打ちに行ってきます。そこで最終決戦。一つ言っていいですか。パンツまでぐちょぐちょになっちゃいました。それで一旦拭いてから寝台最終日打ちに行きたいと思います。